ワイドスター。ワイドスターは NTT ドコモが提供する衛星携帯電話サービスである。ワイドスターは1996年平成8年3月29日に海岸の基地局を利用した船舶電話を置き換える目的でサービスが開始された。2011年平成23年12月末時点の契約数は4万1300契約である。 スカパー j サット保有の n スト o c 2 0 1 0年平成22年6月までは NTT ドコモ保有統計136度と JCSAT-5ANTT ドコモにおける故障は n ストド統計132度の2機の静止衛星を用いて日本の領海、領土200海里水域向けのサービスとして提供しており衛星が見通せる地点ならば海上 陸上、空中を問わず利用可能。ただし、民間旅客機向けの衛星航空機電話サービスは、2004年、平成16年3月に終了している。N スターの初号機は、1995年、平成7年 N スター A が打ち上げられた。現在は役目を終えている。衛星通信の場合、春分点及び秋分点前後に、地上局イコール衛星イコール太陽が一直線に、 並び、太陽雑音による通信品質の劣化が避けられないが、経度の異なる位置に2機の衛星を配置することにより、その影響を最小限にとどめている。赤道上空 35,786km の静止衛星から4つのビーム、東日本ビーム、西日本ビーム、沖縄ビーム、小笠原ビームで、陸上と海上の通信サービスを提供している。 日本から衛星までの距離は約3.6万キロメートルであり、電磁波の速さは高速とほぼ同じ約30万キロメートル毎秒であるため、往復で約7.2万キロメートル約30万キロメートル毎秒約0.24秒前後の伝送の遅延が発生する。一般にも利用される代表的なものでは長距離フェリー、ただし最近は、 減少傾向にある夜行山にある売店、山小屋などに設置してあるワイドスター2カーに公衆電話がある。自衛隊、気象庁及び海上保安庁職員のみが駐在している伊央島や南鳥島でも日本列島本局との電話回線にワイドスター電話が使われている。なお、口述する後継サービスのワイドスター2がサービスを開始しているため、 従来のワイドスターは2011年、平成23年9月30日をもって新規受付を終了し、2014年、平成26年3月31日に提供サービスを終了した。大規模災害に備えて公共施設にも設置されている。地震などの大災害が発生すると、通常の電話回線は多くの通話が殺到して、服装状態になるほか、 優先通信の実態として、電話回線が損傷すると通信そのものが不可能になる。その点、衛星電話は地上設備が比較的少なく、設備損傷のリスクが少ないと考えられるため、地方自治体、警察、消防用の緊急電話回線、一般用とは別系統の災害時、有電話ワイドスター電話端末が設置されている。また企業でも、 災害対策用として導入が進んできている。しかしながら、回線数は有限であるため、極端に服装が発生した場合においては、PDC と同に、しばらくお待ちくださいと表示されることもある。東北地方太平洋沖地震、東日本大震災においては、携帯電話基地局や、一般固定回線が設備の破損により使えなくなった、地域の避難所などに、複数台のワイドスターが、 特設公衆電話として配備さ利用されている。使用している周波数帯がマイクロ波、都市雑音や電離層の影響を受けない 1GHz 以上で、高原水の少ない 10GHz 以下の周波数帯の一種で、ある S バンド、端末、衛星管及び C バンド、衛星地上局間であるため、高原水が少なく、天候による障害が起こりにくいのも特徴である。 日本の通信事業者 NTT ドコモが行っているサービスのため電話番号は090や080の電話番号が割り振られる。そのため発着信は通常の携帯電話と同一である。陸上用と船舶用で割り当てが異なる。陸上用は通常の携帯電話の番号特別がつかないが船舶用の番号は割り当てがある。 このうち船舶用は一部の IP 電話から発信することができない。他の海外キャリアの衛星電話は発着信の最国番号や特定番号を入れなければ発着信ができない。法人営業部門のあるドコモショップ等で端末の購入が可能である。また同様に故障修理等の保守もドコモショップで可能である。ごく一部のドコモショップでは契約、解約ができない。 ワイドスター用の地上局は、サヨと衛星通信所、群馬県緑市東町と用事型衛星通信所、茨城県北茨城市の2カ所にある。これは、片方のつぼねが地震等で被災してもインフラを維持するためのリス分散。また地上局と衛星間の通信においては、C バンドを利用して通信を行っている。ワイドスター向けの端末であり、 下半型と自動車や船舶向けの据付タイプ及び、公衆電話型がある。現行モデルの仕様と料金体系を下記に示す。サービス自体は、ワイドスター2に移行しており、現在は契約できない。三菱電機製。下半型、車載型、船舶型、屋内設置型の4携帯。 全ての端末にアナログデジタル自動車電話と同等の重心インターフェースが実装されている。電気的仕様等詳細については外部リンクの技術参考資料を参照のこと。書き料金は全て税込み。2010年平成22年4月12日より新たな衛星電話サービスワイドスター2の提供が開始された。ワイドスター2では現行のワイドスターでは 最大 64kbps であったパケット通信速度を降り最大 384kbps、上り最大 144kbps に高速化する。また 64kbps の帯域保証タイプや帯域専有サービス、FAX ゲートウェイサービスダイレクトコネクトサービスなどを提供する。パケット通信単価を従来の1、4以下となる。 その他の機能として、最大200ユーザーに対して、音声、ファックス、電子メールにて、一斉同胞なども対応する。また本サービスに対応するため、衛星下半端末01の発売を開始した。それに伴い2000年、平成12年3月より提供されている、最大 64kbps の無線パケット通信サービス、衛星パケットサービスは2012年、 平成24年3月31日で終了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。